ちょっと可愛らしさで行くんだったら、この、可愛がる、ネコの顔を、ネコの顔とかさ、藤原さんと今いないですもんね。いないですね。お担当いますけど、お担当。お担当。オスのオですよね。違う、呼ばれるのオです。逆にオで揃えるっていうのはどうですかね。森さんがもし入ったとしたらですよ、多分ちょっと言い方あってもらっていいですか。ね、令和1年だったらもうこんぐらいなんですよ。うん、ね、うん、言えないでしょ。だから多分ね、先頭にちょっと新メンバー入ってきてもそんなになんかちょっと差し障りは。あ、そうです、ね、そうです、ね、そうです、ね、もしくは一番後ろっていうパターンもありますよね。一番後ろ、ああなるほどね。今のところメンバーカラーは私黄色です。ですよね、うん、私はオレンジですね。オレンジね。ピンクです。ピンク、全然覚えてない水色が似合う人。そうですね。あのエゴフローのサングラスしてる。でも結構見てる。気をつけていただきたいですね。ドクターも連れてくることになるってことは5人になるってことですか。あ、ドクターは全然。僕は彼のこの極真唐揚げっていうのがね、すごくいいです。あ、なるほどですね。いいですね。ここは受け狙いです。え唐揚げナンバーワンを満たすわけじゃないんですね。面白いと思って書いてると思うんですけど、滑り散らかしてるんだ。あ、だからね、ちょっと YouTube の中で好きな回、だいぶあのコアな、近いのに遠い近藤、遠いのに近い遠藤。あ、いい、はい。今日あの、再生回数見たら50何回ぐらいです。はい、ちょっと今日、一次審査の通過者っていうのを、ちょっと絞ってしまいます。ありがとうございます。